よっしゃ、タイリングファイヤー。今までこんなあっさりとしていたタイトルがあっただろうか。やっていこうか。花火か、派手に決めますよ、ということで。どんな感じなんだろうな。花火とか見れるのかな。見れると思うけど、この映像として見れるのかな。音かな。あ、静かな曲になって。いいところで見れるのいいね。だいぶ日が沈んできたな。夕焼けで空が真っ赤だ。カップルできたらもう最高じゃない。こんなに綺麗な夕日、見たことないかも。もう、K 君のフォルダめっちゃ溜まってくね、写真。暑さも収まって過ごしやすくなってきたな。ああ、風も心地よく、涼しく花火を鑑賞できそうだ。あ、ジューススタンド発見。どんなドリンク売ってるのかな。ミントレモネードか。知らない飲み物だ。おしゃれかよ。レモン果汁に砂糖、ミントの葉をミキサーで混ぜたジュース。葉を？美味しそうだ。ネスの国じゃ定番の飲み物なんだけど、この祭りの最中はいつも以上に売れるんだ。ここで定番つったらね、やっぱ観光客に売れんじゃないの？涼しげで美味しそうな色だ。観覧席の天蓋と同じピーコックグリーンだよね。本当にヤーサミー稲川花火大会に馴染みが深いカラーなんだな。花火大会ならではのドリンクということか。ぜひ飲んでみたい。では、2寸分買っていきましょう。少々お待ちください。いや、一人で持ってないでしょ。いいよ、手伝うよ、これ。ねえ、手伝うけど、じゃあ見る？買ってきましたよ。皆さん、お取りください。ありがとう。早速いただこう。待って待って、マルス君。こういう時はみんなで乾杯するんだよ。乾杯？何かめでたいことでもあったのか？みんなで花火大会を見られる。最高におめでたいじゃん。なるほどな。一理ある。それじゃあ、みんな、ミントレモネードで。乾杯！いいじゃん、いいじゃん。めちゃくちゃいい思い出だな。まあ、でもうまそうだな。このミントレモネードの口がスーッとしてめちゃくちゃうまい。ああ、もっと青臭い味かと思ったけど、すごく飲みやすい。蜂蜜と隠し味に少しだけ胡椒入ってんだ。お酒みたいだね、なんか。学園に帰ったら作ってみよう。すごいな。みんな、ザハブ市場はどうだった？楽しかったよ。ネスの国らしいお土産も買えたしな。ほんとほんと、リリアちゃん喜んでくれるかな？僕も自分では買わないような服を手に入れることができた。リリアとお揃いで着させてもらう。いいじゃん。俺様もランボとたくさんのお菓子を買ったんだぞ。そうか、いい買い物ができたなら嬉しいぜ。いたいた。おい、ジャミル君。なんだなんだ。花火大会のおっちゃんだ。なんかあったのかな？まさかまたトラブルが起きたのか。花火が打ち上げられないとか。ジャミル君、さっきは本当にありがとう。いえ、別に大したことは。何かお礼をしたいと考えてな。君にお願いしたことがあるんじゃ。大会の目玉である仕掛け花火の打ち上げの合図を君に任せたいんじゃ。仕掛け花火？まさかそれをヤーサミー稲川花火大会で最も重要とされる。そう、ラストの大玉100発のことじゃん。すげえもん任されんじゃん。まあ、せっかくいい服着てんならな、やってもいいと思うけど。いいが。打ち上げ方法が近代化された今でも、アリアブナーリアで見せる美しい花火の価値は変わらん。仕掛け花火を打ち上げることは、ヤーサミー稲川花火大会で最大の名誉と言われている。この USB を取り返してくれた君に、ぜひやってほしいんじゃ、ジャミル君。おお、すっげえ、やったな、ジャミル。待ってください。そんな大役を引き受けるわけにはいきません。そういうことは使用人の俺でなく、主催者であり、アジムギ次期当主のカリムがふさわしい。カリムを差し置いて、俺がやるわけにはいきません。一緒にやればいいじゃん。何言ってるんだよ。めちゃくちゃ大事なことだからこそ、今日一番頑張ったジャミルにぴったりなんじゃないか。いいこと言ってるんだけどね。そうだな。カリムや花火師のおじさんだけでなく、お兄ちゃんが活躍したら、ナジマちゃんも喜んでくれるんじゃないか？今日一日俺たちを完璧にアテンドしてくれたジャミル君だもん。きっとかっこよく決まるよ。ちゃんと記念の撮影もしてあげる。任せて。こういう時は素直に受け入れることも大事だぞ、バイパン。酷 な。ジャミルに拒否権はないのか。応援してるよ。大丈夫、頑張れ頑張れ。
ここまで言ってもらって断るのはおかしいな。その名誉ある打ち上げ、俺が引き受けさせてもらいます。すごいな。うわ、悪い顔してる。お前、めちゃくちゃネタにしてんじゃん、お前。ドッカーンの部分。めちゃくちゃネタにするじゃん、こいつ。ドッカーンと、派手に決めてみせますよ。よし、花火大会の楽しみが一つ増えた。楽しみだな。乾杯はしないのか？あ、確かに。マレウスよく気がついてくれたぜ。うんうん、マレウスくんの覚えが早くて、ケイト先生は嬉しいよ。それじゃあ、ジャミルくんの晴れ舞台を祝して。乾杯！宴してる気分。いいじゃん。ただの青春の1ページ。いい話で終わった。あ、よく見たらあれだな、なんか夜になってんな、ちゃんと。あれ？リズミックだ。なんで？なんでってことないだけど。どんな曲かな？そろそろ花火が打ち上がる時間だ。どうだ？絹の街は楽しいところだったか？うん。うん。たった一日のことだったけど、エモい体験ばかりだった。旅をするのがこんなに自由で、素晴らしいことだとは知らなかったぞ。リリアにも礼を言わなくてはな。うまいのたくさん食って腹いっぱいなんだぞ。こんなんなら毎日旅行がいい。この伝統衣装が着られたこともいい思い出になったな。ん？お。おお。あ、いいね。花火が始まったぞ。うわ、すっごい。こんなに大きな花火を見たのは初めてだ。手を伸ばせば花火に届きそうなほどの迫力だな。ただ上を見ているだけではもったいないですよ。ん？どういうことだ？花火の下で楽しく踊るのがヤサミーダ川花火大会なんだ。へえ。姫と青年の結婚を祝して人々が踊ったのが始まりなんです。ああ、最後か。せっかくの機会ですし、皆さんも踊って二人を祝福してみては？踊るの俺ら。え？この国の伝統文化というなら僕も参加させてもらおう。神様も一緒に踊るんだぞ。何踊りすんの？うん、面白そうじゃん。いいよ。俺も仕掛け花火の合図に備えないと。さあ、皆さん。あ、何これ？あ、いいやん。この曲。こういうのいいやん。ええー。うわ、なんかしかもちょっとアラビアンコーストみたいな。あ、いいじゃん、いいじゃん。この曲ね。と？おうおお、踊ってる。ノリノリで踊ってる、こいつら。なんかちょっと早くないステップ。割とノリノリで踊ってる。なんでそんなすぐ踊れんだ、こいつら。ちょっと待って、グリム可愛いな。どこで踊ってるの、これ。あ、観覧席で踊ってるのかな、これ。大丈夫、土足だけど。気にしないよ、そこ。そういうところ。観覧席めっちゃいいとこやん、これ。おー、いや。イベントのリズミックがまた新しく一つ増えたということだね、これ。アラビアっぽい踊り？すっごいノリノリや、こいつら。即興でよく踊れんな。かわいいやん、かわいいやん。いいじゃん、いいじゃん。あ、急に引き？あ、花火だ。え？あ、花火の、なんか柄でも映してくれんのかな？あ、で、観覧席両サイドすっかすかやけど。割とテンポ早いな、この踊り。あ、危ないよ。あ、ちょっとコミカルな花火で締めくくって。おー、面白いじゃん。なんこれ、急に。あら。どうだ、合図はうまくいったか。タイミングがずれたりはしなかっただろうか。あ、さっきの完璧だったよ。すごい、なんて大きな花火。音楽に乗って次々に花火が打ち上がってる。こんなにロマンチックでダイナミックな花火大会初めて。あ、ナジュマ、あ、友達もいるの？今年も盛大な花火だね、ナジュマ。うん。それに今年の花火大会はなんだかひときわ綺麗な気がする。兄ちゃんが合図送ったからね。みんな盛り上がってるみたいだ。無事に役目を果たせたらしいな。よかった、本当に。ジャミル君、タイミングバッチリだね。最高の盛り上がりだよ。あ、見事だったぞ、バイパー。無事に大仕事をやり遂げたな。俺たちが子供の頃から見ていたヤーサミーナ川花火大会だ。合図を送るのはちょっと緊張したんじゃないか？大丈夫だったか？ふん、
そんなわけないだろ。この程度、朝飯前だ。夜空が大輪の花火で埋め尽くされて、圧巻の風景だったな、おけか。同じものが二つとない色とりどりの花火。一瞬一瞬の美しさが感動的だったよ。あれが絹の町が誇る花火大会か。伝承の名にふさわしく、見事な光の輪だった。あれが魔法でなく、機械仕掛けで制御されているとは最後まで驚かされた。スマホがないと思うのだから、花火の動画もバッチリ撮影できたよ。後でみんなにも送るね。これでいつでも今日のこと思い出せるよ。俺様、こんなにでっけえ花火初めてだ。尻尾がビリビリしてすごかったんだぞ。音がね、いいよね。みんながこんなに楽しめたのは、ジャミルのおかげだな。そんなことはないさ。だが、俺が大役を果たしたとした時のナジマの顔を見るのは楽しみだな。こんなに晴れやかな気持ちで、ヤーサミーナ川の花火を見上げたのは初めてだ。初めてなんだ。楽しい祭りだったな。うん、めちゃくちゃ楽しかった。なあ、ジャミル。来年も、みんなで花火を見よう。は？おう、絶対誘いよ、ジャミル。俺様、この祭り気に入ったんだぞ。そうだな。とても楽しかった。また呼んでもらえるなら嬉しい。この国のことをもっと知りたいしな。俺も大歓迎。どれからアップしようか迷っちゃうぐらい、いい写真がたくさん撮れたしね。ほら、みんなもこう言ってるぜ。よろしくな、ジャミル。冗談じゃない。今日一日、どれだけ大変だったと思ってる。トラブルありきだったしな。うぅ。たまやーって言わんと、これ。たまやーって俺しか言わないよ、多分。あ、いよいよ最後のクライマックスだ。でかい花火が、たくさん上がるぞ。綺麗だね。たまやー、かぎやー。ん？なんこれ？え？お、あ、テンポ早っ。え？うん、綺麗だね。ああ、綺麗だな。本当に綺麗だ。今年の花火大会は特別に。え、急に？急にオート？カリム。ん？ん？みんなで見るのも悪くないかもな。え、最後ちょっと出れるやん。わ、綺麗。あ、アラジンっぽい。ちょっと待って、アラジンじゃん。あ、アラジンで終わった。あ、トレイが正式参加、ありがとうございます。わあ、あ、ケイトも正式参加、よし、ありがとうございます。終わったー。最後アラジン、アラジンだった。びっくり。いや、まあね、このイラストと、まあ、原作兼ねているトボサヤナ先生がアラジンが一番好きな映画ということでもあって、多分、まあ、結構力の入れたイベントだったんじゃないかななんて思っております。いやー、熱さの国よかったね。タイリーファイアだ、2話だけじゃあ、リズミックで。うんうん、なるほどなるほど。あ、いいじゃんいいじゃん。あ、面白かったな。いや、あの急なキリッキリダンスはちょっとびっくりしたけど。おか、アジム公園めっちゃ綺麗やな。うわ、カリムンチめっちゃ綺麗じゃん。青色いいね。ヤーサミーナ川花火大会、ネッサの国のアリアブナーリアでした。なんか、あれだな、他の、ね、もし今後イベントで他の国、奇跡の国とか、夕焼けの草原とか、そういうなんか国のイベントとか やったら絶対面白いと思うんだけどね。僕はもうこの絹の町のこの歴史とかさ、まあ、いろんな、まあ、いわゆる俺たちが生まれた町っていうのがすごく良かったですね。僕個人的にやっぱいろんな国とかすごい気になるんで、うん、まあね、ジャミルが大変な目に遭ったっていうのはそうなんだけど、まあね、この後日談とか見たいな。リリアが、うん、喜んだんかどうかとかさ、あ、グルービー後の絵とかもちょっと気になるけど、まあそれは後々やるとして、はい、ということで今日の、いいやつらでしたね。その国のアリアブナリア、いかがだったでしょうか。かなり面白かったです。個人的には結構好きですね、このイベント。最後のリズミックもね、やりつつということで、また次回の追跡イベント、もしくはロークショーでお会いしましょう。バイバイ。